チャトランガ、チャトランガとは、古代インドのボードゲームの一種で、将棋やチェスの起源と考えられているものである。チャトランガ、とは、サンスクリット語でキャターは4、アンガは、要素、部分という意味である。従って、キャターアンガは、像、馬、車、不評の4つの戦力のことを指し示していると、考えられている。二人性のものと四人性のものとが存在した。 かつては四人製チャトランガが先に成立し、そこから二人製チャトランガが生まれたとする説があったが、近年の発掘などの成果により、逆に二人製チャトランガの成立の方が先だったとする説が有力となっている。また、以前は、紀元前三百二十七年頃、アレクサンダー大王がインドへ統制した際に、チャトランガを見たとされていたが、これも現在では、 地図の原型とは異なる万丈遊戯であったか、インドの戦術がチャトランガのそれに似ていたことを、後世の研究者がゲームの起源と誤認したものとされている。戦争好きの王に戦争をやめさせるため、戦いを模したゲームを構想が作って王に、献上したのが始まりとする説がある。チャトランガは現在でもインドに残っているが、 植民地支配を受けていた頃に禁止された影響を受け、かなり少なくなっている。1790年にインドで裁判官を務めていたウィリアム・ジョーンズが発表したインドのゲームのチェスについてという論文に、四人制、チャトランガが初めて紹介されている。この論文が、最古のチェスは四人制であったとする根拠となり、19世紀までの有力な説であった。 20世紀に入り、1913年に H.J.R. マレーのが出版された。この書籍は現在でもチェス氏の聖典とされている。チスの歴史では、チスの起源を4人制とする従来の説を否定していい、ただし2人制であったとも断定していないが、4人制、チャトランガについて詳しい解説がなされている。第二次世界大戦後、マレーが自説の一部を修正したことから、 四人世紀限説が再び主流となった。1970から1980年代にかけて四人世紀限説が定説となり、この時期に日本で出版された将棋、増川光一、法政大学出版局、1977年、ISBN4 から588202316でも四人世紀限説が紹介されている。 1990年代に入り、新たな研究結果が示されるようになった。ミュンヘン大学のレナーテ・ザイエット教授は、1995年に発表した論文、チャトランが、地図の起源と原型、古代への観察の中で、これまでの4人制原子型説に対しいくつかの疑問を投げかけている。また、ザイエット教授は、12世紀初めのサンスクリットの文献、 マーナソウ・スサにチャトランガの記述があるのを発見し、これには二人制のものが先行して書かれていることを指摘している。さらに、紀元後4から6世紀に成立したとされる、マハーバーラタのチャトランガについての記述は、実際の戦争における軍隊の戦術に関するもので、あり、万丈遊戯のものではないと考えられている。さらに時代が遡った、 紀元前2から3世紀の4人制チャトランガを初めて示したとされるバールフートのレリーフも現在ではチャトランガの対戦を示したものとは考えられていない。2人制チャトランガの最古の資料とされるブッダガヤのレリーフもサイコロ遊びであってチャトランガではないという意見が力となっている。現在では4人制チャトランガは11世紀以前に 遡ることができないと考えられており、チェス、将棋の起源となる、盤上遊戯はサイコロを用いない二人制のもので、あったと考えられている。二人制のチャトランガが成立した時期も、起源後の数世紀以降と見なす立場が有力である。前述のマスカワも、2003年に出版された、チェス、法政大学出版局、ISBN4 から588211013。 で、辞説を修正し、二人制期限説を指示している。歴史的背景により詳しいルールが失われているため、不正確である。各プレイヤーの手前二列、左四列に、角矢印の向きに駒を配置する。ルールは四人制に準じると考えられる。四人制同様、詳しいルールは失われているため、成立した当初の正式なルールとは限らない。 各プレイヤーの手前2列に、図の矢印の向きにコマを配置する。以下に挙げる動き方はいくつかの仮説のうちの一つである。あるいは、コマの動き方のルールは唯一でなく、ルールは文献に残っていないものも含めて何度か改良されており、複数説と見えるのは、複数の文献に異なる、時期のルールが記されているだけだという考え方もある。全方向に1マスずつ動ける。 シスのキング、将棋の玉章、マークルックの訓と同じ。斜めに一マスずつ動ける。マークルックのメット及びビアガーイと同じ動き。文献により動かせる範囲が異なる。斜め四方向と前に一マスずつに動けた、将棋の銀章やマークルックのコーンと同様の動きとする説。斜めに二マスずつ動けたという説。この場合、 自軍や相手の駒を飛び越えられる自軍や相手の駒を飛び越えて前後に2マス、横に1マス、または前後に1マス、横に2マス進める。ジスのナイトマークルックのマーと同様の動きである。また、いわゆる八方、カツラの動きである。前後左右に何マスでも進める。駒を飛び越すことはできない。ジスのルークシャンチーの車、将棋の飛車。 マークルックのルアと同様の動きである。前方に1マスずつ進める。将棋の不評と同様の動きである。チスのポーンと同様、相手のコマを取る際には、斜め前方に進むとする説もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。